とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、剣豪ベニマルソロで、極ボスラッシュ、やっていきましょう。ちなみに装備は、こういう感じで来てます。まあ、赤き一線2つに、十文字1つ。で、ド発点を1つに、捨て身武器。できてますね。だいぶ火力は出ると思うよ。まあとりあえずエルゼメキアから4体ポンポンポンと倒しちゃいましょう。まあちょっとね、ベニマルには天敵みたいなやつなのよこいつは。まあ近接系にはね全員天敵なんだけど、こいつは確実にやってくるよね。反射してくるよね。確実にやってくるんだよな。あーダメよね。あダメだダメだ、全然ダメだ。あでもそこまで反射されないから、むしろガシガシっていいか。むしろ行っても大丈夫そうだぞ。これぐらいの反射だったらばなんとかなりそうだ。オッケーオッケー。で、ド発点がね、これ弱くなったんだよね。もう多段ヒットしなくなったみたいだもんね。それちょっと残念。おい。やばい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 。やべえ。狙ってやがった。もう完全に狙ってきてるじゃん。よっしゃ。完全にカウンター狙ってきてるもんね。はい、次ゾルヤライア倒しちゃいましょう。まあ、同じく反射そこまで食らわないからいいか。よっしゃ、ド発点でザコを倒していく。おっと危ない、一発もらった。プラズマはね絶対もらっちゃダメなんだけど、もらっちゃったね一発。あと一匹いるでしょ。チャンスいけるか。いけた。オッケー。しかもザコまで一緒に行けた。これはラッキー。よし、ああ取っちゃった。まあいいか、ベール着てもいい。とりあえずプラズマだけはね確実に避けていこう。プラズマを食らうわけにはいかない。おナイス。ああむしろこっちの方がなんか簡単に倒せるな。これは仲間を召喚させて逆に倒してあげよう。はい、おいしい。コインまで出てめちゃくちゃおいしい。ちょっとプラズマは食らいたくないから消しときたいんだけどね。うん、まあいいや、いいぞ、いい感じ、むちゃくちゃいい感じよ。やばっ、あぶねえ。よかったよかった、凍結がついててよかった。キャンセルしましたね。うん、ベールが来てもこれぐらいの反射だったら全然いける。通常攻撃をねガシガシやらなければいけるわ。オッケーオッケー。ここはあやっちゃった。まあいいか、とりあえずアイテム美味しい。あプラズマは絶対食らうなよ。プラズマは絶対食らっちゃダメ。おっと危ない、戻ってきた戻ってきた。おい勝利受けられた。ド発点がたまりきってないけど赤き一線でいけるね。ド発点、昔ほどのねダメージは出ないな。ド発点よかったんだけどね。やっぱあぶねー。こっそりこう即死攻撃打ってくるからね気をつけていこう。はい、では続いてサメキホジロウ、そしてマゼラボルト、サクッといっちゃおう。ホジロウくんですね。キングドジラス最近出ないな。
ドジュラスはやっぱりなかなか出ない、まあ、同じ剣士同士仲良くやろうじゃないか。アップデ前だったらあれがね、今の感じがめっちゃ出たのよ。うん、今のは確実に3回入ってるね。ああ、まあまあまあ仕方ない、これが普通なんだな。おい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 、小次郎君さすが火力バカみたいにあるな。オッケー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 、いいよいいよ。あっぶね、あっ食らっとる食らっとる。ド発点がね、ただのヒットしなくなってたから、もうちょっとさ再使用時間短くなってもこれいいと思うんだけどね。再使用時間は昔のまんまだもんな。なんかそれはちょっと納得いかないところ。はい、倒した。ゼロストームは出てないね。はい、ではマゼラボルトいきます。はい、マゼラボルトいきましょう。やっぱり捨て身つけてるの強い。これやっべえやっべえ、捨て身つけてると強いけど、ちょっと油断するとさこうなるわな。うん、まあ俺宇宙服着てたから事なきを得たけど、これ普通の装備だったら絶対やばかったよ今の。絶対危なかった。よっしゃ、まあまあそうね、やっぱ赤き一線多めの方がいいのかな今のベニマルはね。赤き一線は再使用時間が、13秒で結構早めに打てるのよ。なのであれが結構おすすめなのかな。うん、このね、ド発点はね20秒ちょっとかかるから長いのよ待ち時間が。待ってる間によいしょ、赤き一線もう一発打てそうだもんね。じゃあまあダメージはね、まあ、確かに赤き一線の倍近くあるんだけど、うん、昔の使い勝手の良さがあったからね。オブデイヘッドクラッシュ。じゃあさあさあもうちょっとだよ。これを倒して、とりあえずあれだね、陣平は全キャラソロで、おお、ボスラッシュしたね。あ、してない、あれだね、アースウォーカーはしてないんだ。でもあれはもうノアでやってるからそこはいいでしょ。ノアもアースウォーカーもほぼ変わらないからね。あぶねえ。よっしゃあ、やっぱ持続ダメージがね少ない、昔はもっとあったのに。よっしゃ、もう倒します。あと一発かな、節で。よっしゃ、なんか出たか。あー、まあまあガチャコインは出たね。はい、とりあえず4体ボスラッシュサクッと倒しました。ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。